はい、それでは2023年2月実施、早稲田大学文学部の解説をしていきます。はい、今年の出題を踏まえた早稲田大学文学部日本史 B の分析です。大問は大きく6つです。後で、まあ、出題の一覧見せますけれども、考古学、古代、中世、近世、近現代で文化史という形ですね。問題数はだいたい45問から47問、今年が47問でした。まあ、年によって変動があります。はいで去年 んですけど今年は17問になりました。で、例年まあだいたい16から18だったんで、まあ、元に戻ったっていう感じですかね。はいで文学部は基本、用語記述は難しくないので、まあ全問正解を基本目指していきたいですね。だから漢字の練習は欠かせないかなというところです。はいで近年大きく変わったところでいうと、ですねまあ、文学部っていうと基本こう資料問題を出してっていう、まあ、パターンなんですけど、 早稲田の文学部は今まで,です、ね、もう資料問題出さなかったんです。ところが、まあ、去年で、それから今年、ですね、まあ、2022年、23年と、資料が複数出ましたで、それから今年に関してはです、ね、読み取り問題も出題されましたんで、やっぱ今後ね、資料対策はやっていかないとまずいかなっていう,、まあ、いう感じですね。ですので、まあ、ここら辺は逃げずにやってくださいということですね。まあ、これはね、早稲田の文学部が特殊だったんで、まあ、文学部だったら当たり前だろうっていうふうにまあ思ってください。 はい、で生後問題は5分1択、もしくは2択の、まあ、早稲田の伝統的なパターンで、まあ、基本1択が多いです。今年2択が6問でしたけど、まあ、これも少ないですね。1択の方が多いんで。はい。で、それから配列問題ですね。出る年と,と出ない年があって、今年も1台ありましたけど、まあ、出るとすれば1台と、まあ、いう形ですかね。はい。 で分野に関してはです、ねまあ、大門5つ、まあ、それプラス文化史、で近現代が大門5番という形なので、まあ、どちらかというと全近代重視の傾向が他の学部に比べるとあるかなという形ですねで。第1問が必ず考古学関連、で第6問が文化史関連というのが、まあ、これ他のやっぱの学部とは大きな違い、それから第6問で必ず通販が出るという点は、これは、まあ、毎回踏襲されているという形ですかね。はい で難易度はですね、まあ、年によって結構差がありますね。でちなみにまあ今年は簡単だったかなっていう年ですけど、で簡単だとですね、まあ、文学部の受験生だと、それこそ9割取っちゃうかなみたいな感じなんで、まあ、逆に言うと、点数が取れないと、まあ、得点調整とかでもかなり厳しくなってくるかなっていう形で、でまあ、要は優しい年は日本史は差がつかないんで、まあ、英国勝負になるなっていうところですね。 で逆に、まあ、これ難しい年ですけど、難しい年はね、やっぱね、合格者でも多分8割いかないかなっていう年も結構あります。で、難しい年の特徴はですね、もうその悪問が、 特定の大門にこう集中する、だからなんかもうこの大門心折れそうなんだけどみたいな、結構そういうのがあるんですけど、まあ、そういう場合は、あ、まあ後ろの大門きっと簡単なんだろうなぐらいに、まあ、思ってですね、まあ、そのもう悪夢は無視していくっていう、やっぱり早稲田受ける以上、ですねもう悪夢は出るんだよっていうふうにはもう割り切ることが重要ですね、はい、もうこれで動揺しないことが重要になります。 はい。今年の出題の一覧です。まあ、ご覧の通りっていう形ですけどね。はい。大問一番が考古学なんですけど、今年はあのエドワード・モースっていう、まあ、学者の話をしてきたんで、まあ、明治が少し入ってますということですね。古代、中世、近世、近代。まあ、今年は、 現代は、まあ、出題がなかったかなというところで。で、しかも、大門6番が文化史とまあいうことですね。まあ、ここら辺は例年のまあ傾向を踏襲してるなというところで。で、注目はですね、まあ、やっぱここなんですよ。この大門2番の定番資料、未検資料1個ずつ、それから大門3番定番資料、未検資料1個ずつで、えっと、この 中性ですねこれに関しては読み取り問題も出ましたよと、まあ、いうことなんで今後も多分この傾向は続くと思いますね。はい、ですので資料は抜かりなく対策をしてください。 はい、正解しなくて良い問題。いわゆる悪問の一覧です。大問1ですね。これで、まあ、1台。それから大問5番ですね。ここ2台という形で。まあ、ここに集中したっていう感じなんですかね。はい、であと、やや難が1問ずつ。大問2と大問5に入っています。まあ、だからやっぱり大問5ですかね。まあ、メディア史っていうのもあるんでね。まあ、ちょっと難易度高かったかなとは思うんですけども。全体だと47問で、まあ、できなくていいのが3問なんで。 文学部としては優しい年だったと思います。ややなを含めても5問ですから、まあ、比較的優しい年だったということで、まあ、ミスせずに正解することが重要だったということになります。はい。それでは大門1番から2023年の文学部見ていきましょう。まあ、考古学なんですけどね、第1問は。エドワード・モース出してきたかっていう。まあ、エドワード・モース出すことでね、旧石器、縄文、弥生以外も聞けるぞっていう、まあ、そういうまあ工夫なんでしょうけどね。はい。 問いの1、クーラン A に入る適切な貝塚かは何か漢字2字で記述しなさいということで。まあこれはね、エドワード・モースですし、まあ、新橋に向かう汽車の車窓から、うん、まあこれは関東の人しかわかんないですけどね。まあ大盛り貝塚だろうっていう感じで想像して大盛り入れると思うんでね。はい、これは問題ないと思います。 というのに、クーラン B に入る最も適切な用語は何か漢字4字で記述しなさいということで、コードマークドゥポッタリと形容された、まあ焼き物ってありますからね、まあこれでまあ縄文土器ってわかるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。問いの3、クーラン C に入る適切な用語は何か漢字3字で記述しなさいということですね。まあこれはもうダーウィン乗ってきてますからね、これはもう常識で進化論ですよね。はい。ということで、まあ問題ないだろうというふうに思います。 問いの4、空欄 D に入る適切な用語は何か、漢字6字で記述しなさいということで、まあ、エドワード・モースが正解とのつながりがあってと、で大隈重信と信仰を結び、大隈が1882年に創立した D の開校式に招かれたというところで、まあ、1882年に大隈が創設、もうここで東京専門学校と、分からないといけないですね。はい、問いの5、空欄 E に関して判明として正しいものを一つ選びなさいということですね。 まあ大熊が所有する距離ってありますから、まあ、非前藩、佐賀藩なんで、まあ、選択肢 E を選んでもらえればいいかなというところですね。問いの6、河川 A に関して諸書,書名ですね、日本語訳題として正しいものを一つ選びなさいということで、河川 A がですね、日本滞在中の記録なので、まあ、モースの著作を答えればいいっていうことは分かると思うんですけど、あとはまあ問題は選択肢見て分かるのかっていう話で。 まあ、受験生は多分知らないのかなって思いますね。日本その日その日ですね。はい。まあ、できなくていいと思います。まあ、これは間違えてもそんなに差はつかないだろうというふうに思いますね。問いの7。河川 B に関して、モースが推薦した物理学の米国人教師は誰か一つ選びなさいということで、まあ、カタカナで選択肢が5つあるわけですけど、まあ、消せるものを消していけばいいと思うんですね。まあ、だからアメリカ人で、 物理学者って言ってますから、物理学者じゃない人消せばいいんで、例えばイーノ・ナウマン、地質学者、しかもドイツ人ですみたいなね、ウノ・クラーク、アメリカ人ですけど、農学者、札幌農学校の校長なんで、これ違うと。エノ・ヘボンはこれ宣教師なんで違うなということで、でそうすると問題はあのメンデルホメン・ホールがフルベッキかっていうことなんですけど、でまあ、どうなんですかね、これで悩むんだと思うんですけどね、受験生は。で、フルベッキはですね、これ、宣教師なんですよ。 で、えーと、受験生を覚えておいてほしいのは、このね、岩倉クラ施設団の派遣を提案した人物だっていう、これね、総計向けには覚えておいて損をしないと思うんで、で、これを覚えてる受験生が、おも違うってなって、まあ、消去法で青を選べばいいっていう感じですかね。まあ、間違えた人は、お以外を選んでたらちょっと黄色信号ですね。まあ、だから知識を強化してほしいという感じになります。はい、大問2番ですね。まあ、大体古代史が出るんですけど、 まあやっぱり文学部、ちょっと作文の傾向が変わりましたね。まあ、新しい教授が入ったっていうのも多分あると思うんですけど、こうやって資料をボンと出して答えさすって、昔はあんまりなかったんで、まあ、だからやっぱその意味で言うと、文学部、今後、やっぱり資料問題ちょっと注意しなきゃいけないなっていう感じはしますよね。はい 問いのうちです。河川 A は誰か一つ選びなさいということで、まあ、シンプルな問いと、まあ、いうことになりますが、河川 A はです、ね、資料1の1万冒頭の皇太子ですね。で、久しく病すと、まあ、いうふうに書いてあって、僕するにですね、まあ、占いするにと、須藤天皇、たたりをなせり、須藤天皇ですね、はい、たたり。まずたたりと。で、しかもこれ出典見るとですね、日本気略って書いてあって、延暦11年、790年、これがまあ、大きいヒントですね。 790円ですから、まあ、幹部天皇なんで、まあ、そうすると、その幹部天皇、次の天皇が皇太子って判断すればです、ね、まあ、平成天皇だろうなっていうのが分かりますし、でそこから、ここのたたりで、あ、原神皇だなっていうふうに、例えばピンと、まあ、来てもらえればですね、ま,あ、まず A、選べると思うんですね。で、遠いのに、河川 B が行われた理由は何だと推測できるか、1つ選びなさいということですけど、河川 B ですね、まあ、要は、 えー、月の使いの大きみなど淡路の国に派遣して、えー、その霊に斜視を奉ると、まあ、いうことですね。まあ、要は誤ってると。で、まあ、このたたりをなせりと、まあ、いうところから、まあ、沢原親王ですと。で沢原親王淡路に入るの途中に亡くなったっていうことは多分知識としては持ってると思うんですね。 はいでまあ、ここら辺を総合すればですね例えば選択肢の「あの須藤天皇の荘園が淡路国にあったから」まあ、これ考えにくいですよね配慮された先に荘園持ってたなんていうのは考えにくいしいいですよねい邸宅が淡路の国にあったからだからまあこれもどうなんですかねって感じですね配慮されてる途中だから、まあ、ないですよねう妻が淡路国に住んでいたから、まあ、だからこれも考えにくいで結局お、まあ、墓なんだろうな っていう,ふうに、まあ、考えるのが妥当ですよね。もうすでに亡くなってる人間だと、まあ、いうことを考えると、まあ、この選択肢、多分なんとなくふんわり受験生も選べるんじゃないかなと、まあ、いうふうに思いますね。はい、はい、問いの3、資料1当時の都はどこが、漢字3字で記出しなさい。792年ですから、長岡京ということになります。 問いの4、河川 C とは何のことか一つ選びなさいということで、軍事と造作ですので、まあ、軍事がエミシ政党で、造作はまあ平安京の造営ですから、まあ、それに一番合致しそうなのはいいですかね。軍事とは誠意、造作とは都の造営のことである。まあ、これが一番適当でしょうということですね。問いの5、河川 D は誰か漢字用字で記述しなさいということで、え河川 D はです、ね、資料の2番ですね、まあ、特性総論の資料のところの帝ですから、まあ、これは幹部天皇というのも自名だろうというふうに思います。 問い河川 E のように判断された内容は何か2つ選びなさいということで、河、ま、川、あ、E はです、ね、一番最後のところですね、おつぐの木を良しとして、まあい,いことですね。特性総論で良しとした内容は何かということで、まずは、まあ、あですよね、おつぐの意見。まあ、これはもうなんか前におつぐが出てるんだから、これ選ばすんだ、へーとかって思いましたけどね。であとは、特性総論ですからね、軍事と造作の中止と、まあ、いうことで、まあ、これはもう問題ないだろうというふうに思います。 問の7資料2の前年に起きた出来事は何か一つ選びなさいということですね。資料2の特性総論805年っていうふうに書いてありますから、まあ、前年が804年であるっていうことは、これはまあ知識としては必要ないということですね。まあ、分かった方がいいでしょうけど、まあ、別にこの問題に関しては必要ないということですね。はい、さあ、で、えっ、ー、と、あ、坂上の田村丸が伊ー城を築いた。まあ、これは802年っていうのは、早稲田んだったらっていう感じですかね。はい。 まあ次の年にね、これ、し城を置いてるとか、そこら辺の絡みでなんとなく薄々わかるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、影慈が置かれた。で影慈が設置されたのが8世紀末。で、多分これは知ってると思うんですよね。う、最長空海らが入党した。で、まあ、これが答えなんですけど、うんまあ、ここまで覚えてる受験生はそんなにいないかなと思うんですけど、最長空海が円略の遣唐使で っていうふうに分かっていれば、まあ、その延暦年間だからなんとなくっていうことになるんでしょうけど、あの資料の出典に年号書いてありますから、まあただちょっとこれでいきなり選ぶのは厳しいですね。で、増用の期間が半減された、で、これカームテンドの時期の提供事なんですけど、多分これ時期知ってる受験生いないんで、 うーんまあ、どうなんですかね。だから、うとえで迷う受験生はいるのかなって感じですね。はい。まあ、あの、僕は結局、授業で、この最長空間が入党した時期をしゃべってるんで、まあ、だから、なんていうんですかね、まあ、教え子に解説するとしたら、しゃべったべ、できるよねっていう、多分、言い方をすると思うんで、 まあ、それで正解かなっていう感じなんですけど。で、お一部の地域を除いて軍団と兵士が廃止されて、代わりに根底が置かれた。で、これは、まあ、なんとなく、時期は果てなんだけど、8世紀末っていうのは、まあ、大々知ってると思うんで、だ結局、まあ、うとへの判断になると思うんですよね。はい。で、まあ、絵の時期を暗記してる受験生は多くないんで、まあ、やや何にしましたけど、 まあ、落としてもいいのかなっていう気はしますけどね。ただ、まあ、うとえ以外を選んでると、ちょっとここら辺の知識に黄色信号かなっていう感じはしますね。はい。はい。続いて、大門3番ですね。大門3番も、まあ、資料ですね。まあ、だから、やっぱりここら辺がちょっと変わってきてるよなっていう印象はありますよね。はい。 問いの1です。河川 A に関連して鎌倉幕府において将軍の御恩に対して御家人が果たすべき方向のうち代理の書文などを警備する役分は何かということですね、えー、漢字語字で記述しなさいとまあいうことですけれど、うんまあ、これは漢字語字ですしね京都大判役、まあ、説問文もありますからね地、まあ、名だろうというふうに思います。 というのに、河川 B について述べた分のうち正しいものを2つ選びなさいということで、河、え、川、ー、B はですね、資料2の2行目ですね、イオニュードと八万太郎というふうにあって、これについて正しいもの、これを2つ選びなさいという問題で、まあ、イオニュードは八万太郎って多分、まあ、当然知らない受験生がほとんどだと思うんで、まあ、資料分見ますと。で、故対象形、イオニュードを八万太郎の後を継ぎ手というふうにあって、 鎌倉時代の資料であることは、まあ後でやりますけど、これはすぐ分かるんで、でそうすると、この皇太将家っていうのが、まあ、頼朝であるっていうのはなんとなく想像がつく、でしかも選択肢を見ればです、ね、全部人物は源で統一されてますから、まあ、これは源の頼朝の先祖に当たるんだぐらいの、まあ、例えばそういうような、まあ、まず認識で見るとです、ね、い、八幡太郎は源の義経で北陸から京へ迫り、 兵士を都させた。これはまず源義経の文章じゃない上に義経は別に頼朝の先祖でもないんでだから「今はもう真っ先に消去ですね。はい、であとはですね選択肢見て間違ってるもの「う」ですね伊予ー道は源の義経で方言の乱によって兵士に敗れ処刑されたつまり義経が方言の乱で処刑されたこんな事実はないんですよ。 まあ、ちなみに平時の欄に直したとしても別に処刑はされてないんで、まあ、その意味で謝誤りなんですけど要はまずだからこの後ろの部分を見て合ってるかどうかっていうのをチェックする。でじゃあ残った選択肢、あ、え、おなんですけど、まあ、多分受験生は結局これで源頼氏、六の神、安倍氏と対立あ、前九年合戦やえ八幡太郎は源義へではの後族である清原のナイフにあ、これ五三年合戦やで多分なんとなくこれ選ぶと思うんですね。はい でちなみに、じゃあこの伊予入道が源頼義とてのはどういうことかっていうと、源頼吉って、前九年合戦の功績で伊予守に任じられてるんですね、まあ、だから伊予入道っていう、はいで、八幡太郎が源義家は、まあ、早稲田とか受けるんだったら、ちょっと一応、常識みたいな感じでちょっと覚えておいてほしいかなってことですね。 京都の南にある岩清水八幡宮で、まあ、元服をしたっていうことと、頼義の長男だったから太郎、だからその岩清水八幡の八幡と長男だから太郎ということで、源の八幡太郎義家というふうに言われたというね、まあ、隕石を代表する軍事貴族の、ねまあ、人物ですけれど。はいでまあ アなんですけどね、まあ源義親、まあここら辺ちょっと系図がいろいろわからない部分が、なんとも言えない部分があるんですけど、まあ義家の、まあ、子供で,で、ちなみに房総半島沿岸部の海賊を鎮圧したっていう、これ事実がそもそもないので、まあだから、ア、まあ、は多分受験生はわからない。知らないから。源義親について多分知ってるのは平の正盛によって鎮圧されたっていう、まあ、ことぐらいだと思うんで、 保留する。で、江藤がなんとなく知ってる話。だから、まあ、多分、受験生は江藤を選んで、はい、正解でした。よかったね。みたいな感じにまなると思うんで、特にややなんとかはつけてないです。問いの3、河川ンに関連して、神を本地とし、仏を衰弱とする立場から、唯一神道を創称した人物は誰か漢字で記出しなさいと、まあ、いうことで、まあ、これは唯一神道ですね。ここから、まあ、これで吉田カネとも出てくると思うんですけどね、まあ、漢字ミスないように書けばいいのかなっていう感じですけど、 若干個人的にこの説明が少し気になるんですけど、まあ教科書の記述ってことを踏まえるとまあ問題ないのかなっていうことですね。問いの4。下線 D に関して、中世の旗作について述べた次の文、XYZ の正後の組み合わせのうち正しいものを1つ選びなさいと、まあ、いうことですね。はい。まあ早稲田でよく出るこの三分正後問題ですね。昔はセンター試験でも出てたんですけどね、まあ、近年はもう早稲田とかでしか出ないって感じですかね。はい。X です。 草戸宣言には大規模な野菜畑が開かれた。まあ、もうはっきり言ったら知らねえよって感じですよね、これはね。で、これ、まあ、僕が推測する作文の意図ですね。まあ、なんでこれを出題したかってことは言うと、草戸宣言町って、まあ、中世を代表する港町なんですよ。で、まあ、瀬戸内海水運で、まあ、栄えた港町なんですね。で、まあ、いくつかこれ入試には出てるんで、ちょっとまあ知識をしゃべっておくと、 あのこの草戸浅間町っていうのは、えー、1673年に、これ、まあ、今の、うん、と広島県の辺りなんですけど、芦田川っていう川の,、まあその下流っていうか流域にあって、でまあ、要は瀬戸内海にも近い、でえー、上流登っていくと荘園があるんですよ。だからその荘園からの、まあ、例えば年貢米とか、まあ、その年貢米じゃなくて、例えば商品になったとしても、当然船で運ぶわけじゃないですか。だからまあ港町として栄えるんですけど、で港町に、 だから大規模な野菜の畑はないでしょっていう、まあ、多分そういう意図だと思うんですよ。で僕も、まあ、正直言うとこれ答えは自信がないです。はいでまあ、もちろんあのこれ解説出すにあたって、まあ、いろんな答えを総称して、まあ、まず大学が答え打って出してるんで、まあ、これ5分なんですよ。だから,でおそらくその5分ていうところから考えると、 まあ、多分この説明が一番論理的なのかなと思うんですけど、ちょっとなんかこれはやっぱり受験生には酷だなと思うんで、まあ、この X の判断をまあ間違えた受験生、まあ、これはできなくてもいいのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ただね、これ実はね、この問題って、うん、実はね、X の判断はどうでもいいんですよ。いや、だから、まあ、気がついてると思うんですけど、ここ何もついてないじゃないですか。 ここに何て入れてるのにできなくていいって僕入ってないでしょ。で、それは何でかっていうと、これ Z なんです。室町時代の機内では麦と蕎麦を裏作とする三毛作が行われた。これは誰がどう見ても成分なんですよ。これは。で、そうするとですよ、選択肢の中で成分探してみてください。Z が。うとえなんです。で、そうすると、これ選択肢見ると分かると思うんですけど、うとえは X は5分なんですだから、つまりこれは、 分からなくても5分だよって。なんでかって、Z が成分だからねってで、あとは Y の判断だけするす食用油の原料として、エゴマの栽培が西日本で広まったってことなんですけど、これは誤りですよね。なんでかっていうと、食用油ではないので、エゴマっていうのは灯油なので、だからこれも5分です。だから、××丸。だから答えはうになります。つまり、 X の正誤判断はできないけど、Z の正誤判断が自明だから答えが選べるんです。この問題は。という、まあ、結局、その X を分からないからって適当に答えるんじゃなくて、確実に自分が正誤判断できるもの。だから、Y と Z、まあ、特に Z ですよね。で、その Z が成分だっていうふうに分かれば、ですね答えがうと e に絞れるから、X は考えなくていいと。 まあ、そういう問題だったとまあ、いうことになりますね。まあ、ちょっとね。まあなんかテクニック論みたいな感じにはなってますけど、まあ正解を導き出すとしたらこうなるんだろうというふうに思います。はい、正解できないといけないと個人的には思っています。問いの後、資料1の転居である。吾妻鏡は13世紀末から14世紀初頭頃に成立したとされる鎌倉幕府の歴史書である。 この時期の出来事について述べた次の文、XYZ を年代順に並べた組み合わせのうち、正しいものを一つ選びなさいということで、東鏡のま,あまず成立年代がこういうふうに13世紀末から14世紀初頭と書いてあると。で、この時期の、まあ、つまりその今線を引いた時期の出来事が XYZ3 つありますよと。まあいいことですね。はい。で、まあこれを並び替えろということなんですけど、まあそうすると、まあ、この13世紀と14世紀でまず並び替えるかっていう話になるんで、X、 永人の特性ですから、まあ、これ13世紀ですね。で、Y、えー、後醍醐天皇が即位し申請を開始した。まあ、これはもう鎌倉幕府の滅亡に近いですから、14世紀で。Z、平の頼朝が足立康盛を滅ぼしたは、下、え、月、ー、なんですか。だから13世紀ですね。だからまずこういうふうに並べて、だから X、Z が先に来て、Y が一番後ろなんで、まあ、そうするともう選択肢が糸、円に絞れるっていう、まあ、感じですよね。で、その上で、 まあ、うん、の特性例と、下月騒動ですか。まあ、因果関係で解くか、西暦年解くか、まあ、どっちでもいいような気がしますけどね。まあ、私の場合とどちらかというと、共通テストとか国公立受験者向けの指導をしてますんで、まあ、因果関係で解けよってことになるんで、Z 下月騒動、この後、平頼綱が権力者、それを平全門の乱で、平頼綱を撃った、包、え、丁、ー、定時が A2 の特性例を出したでしたから、まあ、そうなるとね。 A2 の特性例の方が後に来るんで、だから、Z、X ですかね。で、その後に Y と。西暦年、特でもシンプルでいいと思いますよ。下月総統1285年なんで、これが Z。で、A2 の特性例が1297年なんで、これが X ということで、Z、X、Y を選べばいいとまあいうことですね。ですから、答えは A とまあいうことになります。 問いの6、資料2の転居である六代正直は、御堀川天皇の時代に京都の貴族によって荒らされたとされる歴史書であるこの時期に関白などとして貴族社会で県勢を誇り、息子が鎌倉幕府四代将軍となったことでも知られる人物は誰か漢字で記述しなさいということで、まあ、ごちゃごちゃ書いてあるんですけど、最後のところですね、鎌倉幕府四代将軍に息子がなってますですから、九条道家と、まあ、いうことになります。息子が九条頼んですね。 問いの7ですね。資料1、2に関して述べた文のうち適切なものを2つ選びなさいということで、えー、まあ資料の読み取り問題ですね。まあ、文学部あの、いい問題だと思います。あのまあ、いい問題はやっぱね、あのこっちとしてもやっぱ評価して、こういう問題をどんどん出してほしいなっていう感じがしますけどね。はい さあ、じゃあ赤いきます。資料1と資料2はいずれも後鳥羽上皇が北条義時の追悼命令を発したとの情報が持たされた時の鎌倉幕府の様子について記した資料であると。まあ、いいことでですねさあでまず、資料1なんですけど、これはもう定番資料なので、これ東鏡の上級の欄の資料なので、まあ、これは問題ないだろうということですね。合ってるなと。で、じゃあ2番ですね。これ見たことない資料なんですけど、この2番の資料をよく見ると、あの似てるんですよ。資料の1と。で、 そう考えると、まあ、例えばこの資料2のここの部分と、まあ、資料1の、まあ、ここの部分ですよね。これ似てるんですよ。で、そうすると、まあ、状況のあるの資料なんじゃねえのってなるし、一番究極は、その、秀康種吉・種義を召し取りてと、秀康・種義らを討ち取りっていう、まあ、ここの部分ですよね。まあ、これ見れば、もう同じ話題であることはもう明確なんで、まあ、そうすると、これはまあ適当なんだろうなっていうことですね。 まあ適切なものを選べですから、まあこれは答えになると。まあ、いいことですね。い、資料1の転居となっている吾妻鏡は、鎌倉幕府自ら編纂した公式の歴史書である、資料2の転居となっている六代正直より成立も古いことから、信憑が性が高い資料であるとまあいうことなんですけど、これは資料からはわからないので、問いの5と問いの6ですね。はい。 鏡はいつ成立って書いてあるかというと、13世紀末から14世紀初頭頃って、問いの後に書いてあって、6代正直ですね、九条道江が書いたみたいなんですけど、御堀川天皇の時代で121か1132っていうふうに書いてありますから、どっちの方が早いかというと、この6代正直の方が早いんで、六代正直より成立も古いって、東鏡書いてありますから、これ誤りってことになりますんで、まあ、いいは違うということですね。 う資料1と資料2はいずれも北条政子が御家人たちに向けて演説する場面を描いており、内容に類似点が認められるが、資料には鎌倉幕府の歴史書である資料1を参考にして書かれた可能性が高いということで、まこれもおかしいの分かりましたよね、成立年代考えたら、まあ、存在しない吾妻鏡をどうやって参考にするんだということになるので、まあ、うも違うと、まあ、いうことになります。え 資料1では鎌倉幕府を創始した源頼朝の功績が語られているのに対して資料2ではです、ね、源頼朝の功績の前提として源氏の先祖への言及も見られると、まあ、いうことですねさあじゃあ資料1鎌倉幕府を創始した源頼朝の功績が語られているかっていうと、まあ、これは右大将軍、朝敵を征伐し関東を創造しておりっていう、まあ、ここが該当するとと、まあ、いうことですねじゃあ今度は 源の頼朝功績を前提として、源氏の先祖への言及も見られるってことなんですけど、まあ、結局、右大将軍っていう記述が資料1番で出てきますから、資料2番のところの古大将家ですね、まあ、これが、まあ、要は類似の表現だから、あ、まあ、ここ、書いてあるなっていう感じで、でその後と、伊予入道八幡太郎の後を継ぎて、いいですよね。で、だからここから、まあ、さっきのね、問いの2番なんですよ。 なるほど、イオニュードとか八幡太郎の後を継いだのが頼朝なのかって分かれば結局イオニュードを八幡太郎ってのは頼朝の先祖だっていうことに分かるわけですね。で、それが分かるわけだから、まあ、先祖への言及もあるなっていうふうに考えれば、まあ、これは該当があるんで成分と、まあ、いうことになりますね。はい。だからこの問いの7を解いたら問いの2の答えに気づけるっていう、まあ、話はあるかもしれませんね。はい。 資料1と資料2はいずれも1221年勃発した戦乱に関する資料であるが鎌倉幕府が編纂した資料1では後鳥羽上皇の政治が批判されたように対し貴族が表した資料2では北条義時の横暴が非難されているなんか一見すると正しそうに見えるこの文章なんですけど、まあ、誤りですねこれはまあ資料2を丁寧に読む必要があるんですけど、えー、二品前に、まあ、つまり北条政子が、まあ、御家人を庭に呼んで語らって言ったとで、まあ、要は有名な演説ですよね えー、3行目のあたりですけどね、放射の重い、えー、大会よりも深く、ルベ氏という句に書いてあるわけですね、まあ、だから頼朝の恩は海よりも深く、山よりも高いって例の演説ですけど、このあとですね、弔意を片付けなくすることは将軍4代の今に、まあ、路人謝ることなきを、まあ、つまり誤ったことはやってないって言ってるわけですよ、ここに。 でさらにその後不府中の斬新だ、天の責めを図らず、秘劇の武芸に誇りて追悼の戦時申し下せい。まあ、要は、簡単に言うと、何言ってかというと、我々は悪いことをしてないんだけど、後鳥羽上皇の側近たちに悪いやつらがいて、まあ、追悼の戦時を出させたみたいな形で言ってるから、これ、非難されてるのは後鳥羽上皇の側近なんですよ。で、ここは面白いですよね。さすがに後鳥羽上皇の批判はできないという。 これはね、鎌倉幕府っていうのは当然、朝廷からね、施政時将軍とかに任命されてるわけですから、さすがに後鳥羽上皇はあからさまに批判できないんで、その側近を批判しているということを考えると、別に北条義時の応募は非難されてないので、どこにもそんなこと書いてないですから、だから、お誤りということになります。ですので、適切なものは後へですね。これを選べばいいとまあいうことになります。はい、それでは大問4番ですね。徳川家なりですかね。これがまあテーマになって、大体天名から天保に及ぶその知性を見てみようっていうふうにあって、ま、あ 河川が引いてあって、空欄が抜いてあって、と、まあ、いう問題ですね。はい。問いの1、天命の基金に関する記述として、正しいものはどれか1つ選びなさいということですね。はい。天命の基金に関して、正しいものを1つと、まあ、いうことです。あ、浅間山の大噴火が基金の一員であったということで、まあ、いきなり答えですね、これがね。はい。まあ、政府判断は容易だと思いますけど、1783年というこの西暦年も、まあ、 忘れなきゃだったら覚えておいていいかなと思いますね。はい、西日本一帯の稲ナや運河の大量発生が強作をもたらした。これは恐怖の危機に関するものですね。この西日本一帯っていうのとまあ、虫の害ですね。はい、中害ですね。はい、これは押さえといていいと思います。 幕府は東北地方へ大量の米を改装したので、全国の餓死者数万人で収まったということですけど、まあ、これは誤りですよね、ものすごい死者が出たんで、まあ、この収まったっていう、この言い方が誤りということになるんですけど、あと、江戸時代の米のその改装ですよね、これが結局、東回りルート、これを想定すると、まあ、もちろんその江戸から東北にね商品作物でできた製品とかを運ぶってケースあるんでしょうけど、米に関してはねやっぱり逆だっていうことなんで、まあ、誤分っていうのは気づくと思います。 海の国では軍内一揆が起きたんですね。まあ、これは天保の基金の話なんで、まあ、すぐに誤りだというふうに分かると思います。で、をですね。関東取締出役によって治安維持強化が図られたということですけど、これはまあ19世紀に入ってからの話ですから、まあ、これも天命の基金が18世紀後半だって分かっていれば誤りだっていうのは分かると思います。はい。ですので、答えはですね。 続いて問いの2、空欄 A には修正官を設け、将軍刑視問題では一橋義信をした人物が入る。それは誰か、漢字を字で記述しなさい。まあこの修正官を設けですかね。これが決定だですね。島津成明だと、まあ、いうことになります。問いの3、河川 B に関する記述として誤っているものを一つ選びなさいということですね。河川 B が尊号一件ですね。これに関して誤っているものを一つ選びなさいということで。あ 皇格天皇は官員の宮助人親王に大政天皇の尊厳を送ろうとしたということですけど、まあ、これが尊厳一件のね、そもそもの問題ですから、まあ、これ合ってますね。合ってるから選んじゃいけないのか。はい。い、官員の宮助人親王は皇格天皇の養父であるということですね。これが答えですかね。まあ、養父じゃなくてジップなんでね。はい。う、官員の宮助人親王は皇位についていなかった。まあ、それは官員の宮助人親王って書いてあるんですかね。皇位にはついてないだろうって話なんで、まあ、これも成分ですから消しました。 え松平はは宣言には反対したとということですね、まあ、要は天皇に即位してない人間に大政天皇の損を送るのが前例がないということで、まあ、反対したわけですからね、まあ、これが結局幕府と朝廷の対立につながったんで成分だということで消します。 松田屋さなはこの事件などもあって老中職から退いたということですけど、まあ、受験日本史の範疇ではではこれで成分でいいだろうというふうに思います、まあ、ただ、近年の,その松田屋さな老中退任の理由については、特定の理由がある、まあ、その例えば決定だ、これだみたいなのはないと、まあ、いうのが研究者の指摘で、まあ、外交問題などで他の老中と対立したからとか、まあ、あと家なりが、ねまあ、ある程度成人してきて、惑星を主導できる状態になったから、力の強い老中は必要ないというような、まあ、そこら辺が総合的に作用したというのが。 まあ研究なんで、まあな、なんでちょっと微妙な文章ではあるんですけど、まあ、受験日本史の範疇ではこれは成分なんで決して、まあ、答えはいいですね。まあ、明らかに意、e、が違うっていうのは間違いないので、はい、答えはいいということになります。問いの4、クーラン B にはこの事件が起きた時の言語が入ると、でその言語を漢字二字で記述しなさいということで、クーラン B のすぐ後ろに、まあ、露光事件とありますから、まあ、これが19世紀の頭なんでね、まあ、文化という言語を入れればいいだろうと、まあ、いうことです。 問いの河川 C に関する記述として正しいものを1つ選びなさいということですね。河川 C は藩校や合校や私塾ということで、まあ、江戸時代の教育機関ですかね、これに関する記述として正しいもの、これを1つ選びなさいということで、でまず、あですね、長州藩の日進館では幕末になると、様式閉学も享受されたということなんですけど、ここの組み合わせがおかしいですよね。 で、日清館っていうのは合図の犯行なんで,で、そうするとですね、これ選択肢のうなんですけど、まあ、ここもおかしいことは気づくわけですね。ここの組み合わせがおかしいと、まあ、いうことになります。で、ちなみに、もしこのうなんですけど、えー、星名正幸が日清館を設立したっていう文章だったとしても、これは誤文になります。別に星名正幸が日清館を設立したわけではないので、まあ、その意味で、まあ、これはちょっと直すのが難しいなっていうところなんですけど、いずれにしても組み合わせが違うところから、まあ、や破りだと気づきます。 まあ、総計レベルだと、まあ、ここら辺の名輪館とかね、日進館っていうのはちゃんと特定できなきゃいけないということになります。い、e、中井畜山は江戸の海徳堂で学習を務めたんですが、まあ、江戸ではないですね。これはま、よくある問題ですね。大阪の私陸ですので、これも誤りと、まあ、いうことになります。選択肢のえ、静谷学校は17世紀に創立された岡山藩の藩校であるということですけど、ここですね、これが誤りですね。静谷学校は合校、合学なんでね。はい。お、 大村松次郎は敵塾で学んだ経験を持つ。大型公安が大阪に開いた敵塾ですけどね。はい、大村松次郎を学んでますんで、まあ、これが答えと、まあ、いうことですかね。答えは O です。問いの6。下線 D に関して著者と作品の組み合わせを記した1から5のうち、正しいものを2つの組み合わせを1つ選びなさいということで、えー、著者と、まあ、著作ですかね。これの組み合わせが5つあって、この中から2つ正しいものを選んでくださいっていうことなんですけど、 まあ、おそらく、早稲田を受ける受験生であればね、1番と2番がもう組み合わせ正しいじゃん。で、まあ、青選んでくると思うんですけど、一応3番、相沢正司裁ですね。まあ、彼の著作は新論なんで、粒子新論ではないよと。で、粒子新論は山形第二ですよと。だから3番違うと。4番、行動管技術技ですね。これがちょっとレベルが高いかなって感じですね。藤田東子の著作。で、藤田裕国っていうのは、まあ、東国の、まあ、親父ですね。まあ、だから東子は裕国の息子ってことになるんですけど、で、本田俊明は、えー、形成秘策で、 開国兵団は林なんで、まあ、どうなんですかね ?3 と5はまあ即消しだと思うんですけど、4が難解だけど、まあ、1、2は正しいと判断できますよっていう感じで、まあ、1、2にたどり着いてもらえればなというふうに思います。問いの7。 河川 E に関して国内で取られた対応として誤っているものを一つ選びなさいということで、河川 E は日本列島への外圧が徐々に高まりという、まあ19世紀の記述ですね。で、まあここに関して誤っているもの、これを一つ選びなさいということで、あ、1811年文化8年に朝鮮通信使が派遣されたら、江戸ではなく対馬で応接したということなんですけど、まあ、 成分判断したいですけどね、まあ、分からなかったら保留してください。なんでかというと、誤っているもの選びなんで、まあ、自命の罰がどうせ出てくるんでしょっていう、まあ、そういった感じですね。異国船打ち払えは迷うことなく打ち払うようにという意味の文言が入っていることは、無二年打ち払えるとも言われるということですね。まあ、これは問題ないですね。はい、成分なんで消します。 宇和島藩は福岡藩と隔年で長崎警備を命じられたということですね。これは5分ですね。フェイトン号事件の時に佐賀藩の話が出てきますよね。だから長崎警備って佐賀藩が入ってるんで、そうすると、この宇和島藩と福岡藩っていう佐賀藩が入ってないですから、もうこれ誤りだっていうふうに気づくんで、はい、ですから、まあ、この5分である「うを選べばいいと、まあ、いうことになりますね。選択肢の「え」。 フェートン号事件後も異国船が出没したため、台場を設けて解剖に勤めたということですけど、まあ、これはね、まあ、ちょっと判断が多分受験生によっては難しいかなというふうに思うんですね。まあ、山川の新日本史なんかはね、この松平佐野信とか、まあ、そのあたりのところでね、台場の話っていうのが出てきて、まあ、これが結構取り上げられてるんですけど、まあ、どうなんでしょう、特定の教科書にあるからね、ちょっと判断が難しかったかなみたいなところはあるんですけども、もしわからなくてもですね、うが明らかな語文なんで、まあ、だからこういうふうに交流しておくと。 行けばいいいけばですよね、はいまあ、要は自明の語文を見つけるのが誤っているものを選べっていう時は重要になってくるんでを、はい、高島周判はオランダ人に西洋法術を学び高島流法術を確立した、まあ、これは成分ですからね問題ないと思います、はい、答えはうということですね問いの8ですね空欄 C に該当する言葉は何か6字で記述しなさいと、まあ、いうことですね でまあ、文章を見てみると、日本列島への開発が徐々に高まり、天舗の基金で国内も不安定になる中、家成は1841年に死去すると。で、幕府はその前年、川越藩を庄内藩へ、庄内藩を長岡藩へ、長岡藩を川越藩へと、まあ、ここからまあ3歩両違いであるっていうのはもうすぐ分かると思うんですね。まあ、総慶死亡者だったら、まあ、知っておいてほしいということですね。結局、これ反対にあって、まあ、結局撤回したんで、幕府がもう天舗できなくなってきたと、まあ、いうことですね。天保できなくなってきた。 両者あてがいを自由にできるのが幕府の権威の源ですから、まあ、それができなくなったということで、まあ、幕府の力が衰えていることを、ね、象徴的に示す、まあ、挙げ地令と並んでよく取り上げられるんですけど、総計受験者ならできてほしいかなということですね。はい はい。それでは、大問5番に参ります。11問ありますけどね。まあ、近代は比較的ね、問題数が多いことで知られますけれど。はい。えー、まあ、出ましたね。文学部でマスメディア誌っていうと、まあ、こんな感じで出るんだなっていうね。はい。まあ、過去問やってる受験生はね、まあ、これぐらい出るんだよっていうのを押さえてもらうといいと思いますけどね。はい。問いの1空欄 A に入る座、氏名は何か漢字で記述しなさいということですけど、まあ、これは、森有りのりとか、 津田道西山根とかありますから、まあ、しかもここに明治7年ってね、これがまあヒントですよね。前の年に明録者が結成されてますから、明、ま、録、あ、雑誌だというふうに考えればいいでしょうということです。というのに、空欄 B と C に入る語句として正しいものですね、これを2つ選びなさいということで、まあ、結局、明録雑誌が B と C が出されたことで廃刊を決定したですから、まあ、これ結局、時期的にね、明録雑誌1874年とかっていうことで、でしかも、刊行後の1年で10万冊。 ですねまあ、だから、この時期だってことですね、大体1870年代だよと、75年ぐらいだよと、まあ、いうふうに考えてもらえると、まあ、例えば、王の集会条例ですね、まあ、これは全く違うし、イ、まあの出版条例は多分受験生は知らないんで、で全治立憲制度自立の見事には、ね、全然関係ないんで、まあ、いずれにせよ、後で新聞紙条例、残暴率選べるんじゃないかと思います。 問いの3、河川 A に関する説明として誤っているものを一つ選びなさいということで、河川 A が自由民権運動ですね。これについて誤っているものを一つということです。あ、添島種海、後藤昌次郎など、旧参議院が提出した民選議員設立の憲白書ですね。これに端を発すると、まあ、いうことなんですけど、はい。まあ、これは正しいですね。はい。まあ、ちょっとここで悩んだかもしれないですけどね。はい。正しいので消します。い 板垣大輔は高知に立志社を設立し、その後各地に多くの結社が結成されたということですけど、まあこれも成分で問題ないと思いますね。はい、運動の過程で五日市憲法草案など民間の有資により多くの市議憲法が起訴された。まあこれも成分で問題ないでしょうね。はい、運動に批判的な馬場達が天付人権論を否定し論争となったと、まあ、いうことですけれど。 うん。これはですね。まあ、馬場達いっていうのが、まあ、民権化であるっていうことが分かってればですね。まあ、その添付人権論を否定するなんてことは絶対ないだろうっていう話なんで。はい。まあ、だからこれは、まあ、ここも誤り。で、こっちも誤りと。まあ、いうことですかね。はい。 民権婆さんと呼ばれた、楠瀬北など、女性の運動家も現れたと、まあ、いうことなんですけど、まあ、高知県の女性民権運動家ですけどね、はっきり言うと覚える人は全くないですね。まあ、要は、絵が自明の語文なんで、まあ、それで答えを選べばいいと、まあ、いうことですかね。はいまあ、ババタツイが難しいというふうに言われてしまうと、ちょっと早稲田の文学部だと厳しいかなと、まあ、いう気はしますね。問いの4。 河川 B に関する文章として正しいものを2つ選びなさいということで河川 B がです、ね、女性向けの雑誌です。これに関連する文章として正しいものですね。これを2つ選びなさいということであ明治期の代表的な女性雑誌とされる女学雑誌は岩本善治、これが編集人を務めたと、まあ、いうことですけど、まあ、当然知りません。先に行きます。い平塚来長が結成した政治結社である政党者は機関紙として政党を発行したということでこれはここが誤りですね。政治結社っていうのはね。はい 政党者で来たの明治末ですけど、女性の政治結社結成は当然、これ治安警察法の5条で禁止されてて、これが、ね、対象になってね、まあ、結局解禁されるように運動が展開していくことを分かってれば、まあ、これは消せるだろうとう。対象期には主婦の友などの影響で主婦志向が強まり、女性が就労する職種は増えなかったんですけど、まあ、これは職業婦人を念頭に置けば対象期ですからね、まあ、誤りであることは分かるだろうと。まあいいことですね、選択肢のえ。 改造者によって婦人公論が創刊され、婦人参政権獲得運動の機関士とされたと、まあ、いうことなんですけど、んまあこれはですね、まあこのも、この選択肢が解けるかどうかが、この問題の鍵握ってると思うんですけど、た、まあ、多分受験生はどう解くかというと、改造者なんだから改造なんじゃないのってであとは婦人参政権獲得運動の機関士って、不戦なんですよね。 でまあ多分ここまで分かってる受験生はいないんで、多分まあ、改造者の発行した雑誌って改造だよね、みたいな感じで、多分ん罰に判断すんのかなっていう感じですかね。ちなみに、婦人公論は、まあ、この公論ってあるところか分かると思うんですけど、中央公論者によって送還されていますということなんで、これは誤りですね。はい 婦人公論史上で母性の保護をめぐり、良さの明子と平塚雷長が論争したってことなんですけど、まあ、これ母性保護論争の話はここまでいいと思うんですけど、問題はこれですよね、婦人公論史上でっていうのがちょっと難しいかなっていう形ですね。で、やや難にしたのは、まあ多分重験生は A は誤りにするんですよね、要は改造,だ改造者だから改造でしょっていう。 でそうすると残る選択肢が後なんで、まあ、この後がよく分かんないけど成分なんじゃないみたいな感じで、多分文学部の受験生はやってくると思うんで、だから一応ややなんという形にしてありますが、まあできなくてもいいかなと思います。はいまあ間違えてもそんなに差にはならないかなというふうに思います。問いの後クーラン D に入る雑誌名は何か記述しなさいとまあいうことですね。でクーラン D はですねまあ、その前のところに、えー、国民の友とか、まあ 日本人とか、まあ、例えばそういうような雑誌の名前があって、でその後ですね、博文館の発行した雑誌 D は、えー、著名な執筆人による論説集め、明治後期における総合雑誌の代表的な例。まあ、だから、博文館が発行したっていうのと、総合雑誌であるという。うん、まあ、答えは太陽なんですけど、あ高山長久のあれかと思うかもしれませんが、まあ、これはこのヒントではできないので、はい、できなくていいだろうというふうに思います。問いの6です。 河川 C に関して述べた文章として、正しいものを一つ選びなさいということですね。河川氏は民本主義ですね。はい。吉野作像ですね。正しいもの、これを一つ選びなさい。ということで、あ、民主主義の原則を採用すべきことを主張したということで、まあ、これは誤りですね。民主主義は国民主権なんで、まあ、それだと帝国憲法に反してしまいますので、吉野はそんなこと言ってませんので、誤り。い、主権の所在は国家にあると主張したということですね。 これ悩んだ受験生いるかもしれませんが、主権の所在を明確にしないっていうのが吉野の民本主義の特徴ですよね。まあ要は、明確にすると国民主権とか言わなきゃいけなくて、で、それ憲法違反だって批判されてしまいますからってことを考えると、これも違うと。う、主権は一般民衆の理服と意向に重きを置いて行使されるべきだと主張した。まあこれが答えですかね。はい。まあ吉野の主張の書いているという感じになりますか。え。 君主国において政党内閣は実現し得ないと主張した。ま、これはあり得ないですよね。政党内閣の理論的背景なわけですから、し得ないなんて言ったら、当然理論的背景じゃないので。を民本主義の名のもとに主権在民を主張した。主権を主張しちゃダメなんですよね。取材を解いてないわけですから。まあ、ですからこれも違うと、まあ、いうことで、答えはうということになります。 問いの7、河川 D に関連して述べた文章として正しいものを一つ選びなさいということで河川 D がまあ内務省ですね。で、これに関して正しいもの、これを一つ選びなさい。あ、内務大臣は管轄下にあった府県の知事や警視庁を動かし、しばしば選挙干渉を行ったということですけど、後半部分は品川彌次郎を想起すれば OK だし、前半部分に関しては内務省が菊池健知事とかね、警視庁管轄下に置いたことは 内務省っていうのは基本、地方自治を所管する、まあ、そういう省庁ですし、まあ、警察、管轄官に置いてたこともまあ基本ですので、まあ、これが、まあ、答えですね、だからね、いきなりね。はい、いワ倉ラスの外遊中に留守政府の奥久保道によって設立された。これは誤りですね、まず、そもそも奥久保道通は留守政府のメンバーじゃないとまあいうところ、それから内務省の設置は明治6年の政変の直後ですので、まあク倉ス鉄の外遊中はありえないと。う 日本最初の政党内閣において大熊重信が内務大臣に就任したということですね。日本初の政党内閣は Y 班内閣、大熊重信丸一内閣ですが、内務大臣は板垣大輔ですので、まあ、これも誤りと、まあ、いうことになりますね。内務省が中心となり、第一位大戦後に地方改良運動が開始されたということですけど、地方改良運動は日露戦争後に行われたものですね。第一位大戦後が誤りです。天皇旗関節問題に対応するため、国体の本義を発行したということですね。 国体の本議を発行したのはこれ文部省ですので、はい、これ教育関連で学校に配られたものですからこれは誤りです、ね、これは早稲田レベルだとできないといけないですね。国体の本議は結構早稲田出してますのでね、はい。ということで、やっぱり答えはあと、まあ、いう形になります。問いの8、河川 E の人物は金銭スキャンダルで退陣し、その後逮捕された。この人物が提唱した地方振興のための政策論、何というか、えー、漢字7字で記述しなさいと、まあ、いうことですね。はい で河川悠依はです、ねまあ、現職の首相っていうふうに書いてあって、文藝春秋に掲載された記事が現職の首相の金銭スキャンダルを暴くなど、大きな社会的影響をていうふうに書かれていて。 まあどうなんですかね、まあ、この金銭スキャンダルで退陣し、逮捕されたっていうところから、まあ、田中角栄のロッキード事件だっていうのは、なんとなく分かると思うんですねで。地方振興のための政策論で、漢字7文字ですね、まあ、ここまでくるとね、まあ、もう丁寧になんか日本列島改造論って答えられるようにしてありますから、まあ、説問文から自明かなっていう感じはしますよね、はい。日本列島改造論が答えということになります。問いの、Q 河川 F の時期の出来事について述べた文章として正しいものを一つ選びなさいということで河川 f は高度経済成長期ですね。1955から73ですね。まず時期の設定をしておいて述べた文章として正しいもの、これを一つ選びなさい。あ、池田ハヤトが首相となり、全内閣時の政治的対立の克服と経済成長を目指した。 後半部分はももう何の問題なないいいいでですす、ね。ね、はい。所得倍増計画などでいいと思います前内閣、これが岸信介内閣ですけど、まあ、要は安保闘争とかでまあ政治的に激しく対立した、まあ、それを池田は基本的に憲法改正とか言わないと、でその政治の季節から経済の季節へっていう、まあ、そういうい有名な言葉がありますけれども、それを考えればこれも成分で、まあ、いきなりこれは答えなんですかね。はい 1、佐藤栄作首相が非核三原則と核持ち込みに関する米国との密約を理由にノーベル平和賞を受賞したということですけど、これはもう誤りですよね、なんでかって、密約を理由にノーベル平和賞を受賞って、密約は秘密なんだから、それが理由になるわけねえだろうって話なんで、まあ、これはなんか選択肢の吟味がちょっと不十分だなっていう感じが個人的にはしますね。 宗教団体を支持母体とした政党である公明党が勢力を伸長させ、連立与党となったということですね。公明党が宗教団体、創価学会を支持母体とした政党であること、まあ、これは正しいですね。連立与党となるのは、ですねこれ1990年代からなんで、この高度経済成長期は関係ないですね。だからこれ、伸長させてっていうところは、ですね野党の多党化ですよね。まあ、その一例として 公明党が出てくるのはまあ60年代ですけれども、連立内閣にはいなってないですね、なんでかって野党なんですから、はい、ただ、受験生は、ね、なんか公明党というと政権与党っていうイメージがあるんで、多分これ引っかかった受験生はいるんじゃないかなと、個人的には推測してます。え 増加する都市人口の食料需要を支えるため、米の作付け面積を増加させる政策が取られたということですけども、1970年から米については減産政策が展開されていて、作付け面積は減少してますから、ここですね、逆ですね。はい、お自民党が長期政権を維持する一方で、新進党、日本新党などの野党が台頭し、多党化が進んだんですけどえ、多党化が進んだことは事実なんですけど、ここの政党名がいかんですよね。 で日本新党とかこの新神党というのは1990年代に出てきますということで、まあ、細川森弘内閣90年代の内閣がありますけれども、まあ、これの細川森弘が所属したのが日本新党っていうところで、まあ、これでまあ共通テストレベルの知識になるのかなっていう感じですね。はい、ということで大間誤りですから答えは「あ」ということになります問いの10河川部 G」に関連して戦後ストーリー漫画の開拓者と呼ばれる手塚治虫の作品として誤っているものを2つ選びなさいと、まあ、いうことですね。 まあコミック誌っていうところに線が引かれてて、まあだから、まあ漫画の話っていうことで、手塚治虫の作品として、まあ誤ってるものですね。うん、どうなんでしょうね。まあ作文してる人にとってはね、手塚治虫って、まあ、身近な存在なんだろうというふうに推測するんですけど、まあ私も含めてって言っちゃうと、まあちょっと言い過ぎかもしれませんけど、少なくとも今の高校生に手塚治虫、まあブラックジャックとかね、まあここら辺は知って、あと火の鳥とか、どうなんですかね、あとジャングル大帝とかのここら辺とか、あと、 ま鉄腕のトムか。まあ、ここら辺は多分知ってるんでしょうけど、まあ、この選択肢むずいっすよね。だから、わからないでしょう。多分、ひだまりの木、リボンの騎士、ブッダまあ、かろうじてブッダか。で、まあ、僕も正直言うと、ウとエえば、まあ、読んだことあるんでわかりますけど、あ,あ,あって、まあ、多分いいと、うだろうな、聞いたことないしなって感じなんですけど、はい。まあ、だからこれはもうできなくていいと思いますけどね。はい。 一応、まあ、誤りの選択肢、解説書いておきましたけど、まあ、覚える必要性は全くないと思います。問いの11、河川 H には日本で気候変動対策のための国際会議が開催され、二酸化炭素など温室効果ガスの排出削減目標を示した文書が採択された。この文書をというか漢字5字で記述しなさい。河川米 H が1997年という、まあ、時期ですねで。それから温室効果ガスの削減。 目標を示した。で、漢字5文字ですから、まあ、これでわかると思うんですよね。京都議定書ということで。この京都議定書って、まあ、最近やっぱいろんなとこ出てるんで、まあ、ちょっと覚えといていいと思いますね。1997年っていうのも、まあ、和姿が受けるんだったら覚えといていいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。はい、では、大問6番ですね。テーマは、まあ、長崎ですかね。で、まあ、文章を見るとね、全部、まあ、江戸時代なんて、まあ、要は、 大門6番は文化史なんでね、まあ江戸文化が出た問題とまあいうことになりますね。問いの1です。河川兵について、図1は長崎の富島屋で土産物として売られた素朴な木版画である。この外国人居住を漢字用字で記述しなさいとまあいうことなんですけども、えー、まずはまあ長崎っていう設定と、で河川部ですよね、これの直前に長崎は江戸幕府が直轄支配する国際貿易都市として栄えたって、外国人の暮らす 居住地があるとと、まあ、いうことなんで、すねで、まあ、漢字4文字なんで、まあ、出島が入らないっていうのもありますし、それからあの写真見ると、まあ、出島だったら、扇形の形になるんですけど、まあ、そうじゃないんで、まあ、そうすると、まあ、当人屋敷だというのは、まあ、すぐにわかるんじゃないかなというふうに思います。 問いのに、下線部 B について述べた分のうち誤っているものを一つ選びなさいということで、下線部 B がですね、平賀源内ですね。まあ、これについて誤っているものを一つ選びなさいということですね。あ、さなきの国高松藩士の家に生まれた。うん、まあ、受験者は多分知らないと思うんでね。まあ、ここも保留ですね。はい。 長崎へ留学し、外国の語学、本草学を学んだ、まあ。長崎に留学したかどうかっていうのは、やっぱなかなか判断が難しい。まあ、本草学を学んだためにいいと思うんですけど、外国の語学も怪しいと思うんですね。まあ、だから、保留と。だから、こういうふうに分かんないものは基本保留するんですね。はい、う、江戸で蘭学塾のシランドを開いた。ですけど、これラッキーですね。シランドっていうのは大月玄卓ですから、もうこれ明らかに違うんで。で、語文ですから、これを選べばいいんで、まあ、うが答えってことになるわけですね。 これ典型的な早稲田の生誤問題のパターンですよね。もう全然受験生が知らないようなのをまあ出しといて、けど、明らかに誤りの選択肢があって、で誤っているものを選べたから、これが答えです、みたいなね。はい、え江戸で摩擦器電気、えー、エレキテルですね。これも結局、江戸でっていう部分が分かんないじゃないですか。だからもう保留ですよね、これも。お 秩父で石綿を発見し、悲観府を作ったってことですけど、だからこれも結局、秩父でっていうのがまあ自信がないから保留ってことで、だからこの選択肢って、まあ、要は語文以外が全部受験生にはまあ判断しにくい。で、例えばじゃあこのね、絵とかを覚えるのかっていうと、いや、それは言葉としてできてるとか、例えば悲観府っていうのは覚えといた方がそれはいいでしょう。忘れられる考えればね。けど、じゃあそれが江戸でとか秩父でとか、これをやっぱ覚える必要があるかって言ったら、それはないですよね。 はいまあ、っていうことなんで、こういう感じで答えていけばいいだろうということで、答えはうということになります。問いの3ですね、えー。次のうち解体新書の観光に関わってない人物はどれか1つ選びなさいと、まあ、いうことなんですけど。 えー、織田の直岳、桂川保守杉田玄白、前野良太山脇東洋。で、まあ、あの織田の直岳、これは扉絵とか解剖図書いてますから、まあ正教、小う、杉田玄白、それからえ、前野良太まあ、これは観光にかかってないってことはわ、うん、ありえないんで、まあ、桂川保守か山脇東洋かってことなんですけど、で、こういうふうに選択肢を絞った上で、桂川保守は乱学のところで出てくる、山脇東洋は濃い方で出てくるんで、この解体新書っていうの乱蘭学と深く関係してるっていうことを考えると、 ま山脇き東洋の濃い方って蘭学とは関係ないですからまあそうすると山脇き東洋なのかなっていう形で「王を選べばいいとまあいうことになります。 問いの4、下線部 D に関連して、シーボリトに剥製標本の作り方を尋ねるなど、乱壁大名として知られ、反省改学の方面では図書広里を登用した人物を1つ選びなさいということで、もう前半見たらドキドキしますけどね、後半部分で図書広里を登用したので、まあ、これは薩摩藩を選べばいいですから、島津市ということになるんで、選択肢、まあ、選べるのが A だけなんで、はい、もう答えは A と、島津刺激でと、まあ、いうことになります。 これちなみにね今年の大門4番の文中にこ出てくるんでねまあまあ別に他の問題の文中に出てくるから、まあ、問題出しちゃいけないってことはないんでしょうけどまあちょっとね、まあ、油断したのかなとかとは思いますね。 問いの5、西洋画の遠近法を昇華して、写生画を確立し、雪松図屏風は保津川図屏風の代表作で知られる画家を漢字四字で記述しなさいということで、まあ、これはもうここですね、この雪松図屏風から丸山王きっていうのは自明だろうというふうに思います。問いの6、河川 F について述べた分のうち正しいものを一つ選びなさいということで、河川 F はですね芝交換ですねで。これについて正しいもの、これを一つ選びなさいということで、あ 白川藩主松平定に使え、菅川で銅版画を営んだということですね。これが福島なんですね。で、なんで、ああ、なるほどねとい、まあ、うところがあるんですけど、ただこれ、まあ、多分受験者は分かんないと思うんですけどね、青銅伝前の記述なんで、まあ多分,こう分かんないから保留して先に進むって感じですかね。はい 1783年に銅版画の制作を始め、日本創生を当初したということなんですけど、でこれでわかるんじゃないですかね、日本初の銅版画家っていうのが、まあ、芝交換ですから、まあ、これを覚えてれば、多分この文章を見たときに、あもう銅版があるんですけど、まあ、こっちが正解かなっていう感じで多分選ぶと思うんですね。はい、長崎で習得した画法で高見戦石像を描いた。え、西洋画の遠近法の影響を受け、神奈川沖三浦を を長崎で習得した画法で酒や花魁を描いたってことですけど、まあ、これはもう全部作品名からね高見戦跡と渡辺火山神奈川県浪浦葛飾北斎酒から高橋雄一っていうふうにわかるんでまあ、ここら辺全部誤りだなということで、まあ、結局「あ」はよくわからないけど「い」が正解なんだろうなという形で正解にたどり着けばいいかなと思います。 問いの7、平戸の女性を母に持つ和党内過去定正功を主人公とし大当たりした上流でどれか1つ選びなさいですけど、まあ、これはここの定正功ですね、まあ、ここと選択肢から真面目だろうというふうに思いますあの国線や合戦が正解ということになりますはい最後までご視聴いただきありがとうございました解説は以上になります壮大な日本史はですねどこまで覚えるのか ということとまあ、どう解けばいいのかっていうこの2つを抑えることがまあ大切です。まあ、受験を考えるとね。より少ない知識でまあ問題が解けるっていうのが理想ですからまあ、その点に重点を置いてですね。全問解説動画っていうのを出していますえー、他の年度や他の学部の全問解説動画もぜひご視聴ください。チャンネル登録いいね。ボタンもよろしくお願いいたします。